前回動画から突如としてスタートした自作 CPU クーラー計画。今まで負け続けた全てを過去にするつもりで新しく設計。毎回いろいろなコンセプトを持って制作してるんですけども、今回はベースプレートに特に注目。 CPU から熱を吸い上げるためのこのベースパーツ部分、熱を効率よくヒートシンクに送るためのヒートパイプを2階建て構成にすることで、より効率よくさらに多くの熱量を動かすことができるんじゃないかと考えてみました。前回動画では 3D プリンターを使ってその形状を試作。実物に限りなく近い形を作ることで、どうやって加工するのかっていうのを考えてみたんですけども、なかなか難しそう。ただし現状ヒートパイプは最低でも9本差し込むことができますし、賛否両論コメントはいただいたんですけども、左右から両方差して合計14本構成にするということも検討しています。その辺に関してはいろいろと考えながら進めていきたいと思います。それが前回までの話ということで、いつもご視聴ありがとうございます。基本的に何でも自分でやってみないと納得できない系動画投稿者 PCER24 と申します。まずは前回動画で特に多かったコメント欄、なんでそれを採用しなかったのかっていうちょっとね、言い訳をさせていただきたいと思います。それで多かったコメントの中で、1個のブロックを買ってこんな感じで穴ぼこを開けちゃった方がいいだろうっていう話。確かに加工に関しても穴を開けるっていう作業だけで足りますし、素材に関しても銅のブロックを1個買えばいいだけなので、シンプルな作業にはなりそうなんですけども、ただ問題はこの後のヒートパイプの取り付けに関して。こいつはもちろんヒートパイプを収めるための穴になるんですけども、過去の経験からこういったの穴にヒートパイプを収めるのってなかなか難しいんですよね。熱の膨張収縮を利用して、収めるっていう方法もあるんですけども、加工精度が物を言うのはもちろんのこと、そもそも厚煮でうまくいった試しがない。それはもちろん自分の技術力不足もありますし、さらに穴とヒートパイプのわずかな隙間を埋めるために、例えば液体金属だったりとかハンダ付け、そうしたその後のアプローチっていうのもなかなか難しい状況になってしまうので、そのため今回は両側から挟み込んでボルトで固定して、強い圧力でサンドイッチで固定するという方式を考えてみました。これだとハンダ付けだったりとか液体金属とか途中で流し込んであげて、まんべんなく塗り広げることができるかなっていうふうに思っております。ではその銅のベースプレートとヒートパイプを接合するためのちょっとした実験をやってみましょう。ちょっとハンダがどれくらいで溶けるのかっていうのをちょっと確認してみましょう。以前もやったかもしれないですけどね。これもただの銅のパイプですね。銅パイプ、普通の銅パイプ、こいつで183度が190度で溶けると。ヒートパイプの、これ普通のヒートパイプなんですけど、ヒートパイプは文献によって様々なんですけども、だいたい最大でも200度までが限界っていうふうに言われてて、なのでまずは一旦これでハンダ付けができるかどうかっていうことでちょっとやってみます。まずはこの銅のパイプですね。これちょっと良さそうだなと思ってこいつ買ってみたんですけど、前から持ってるんですけどね、なんか使い勝手マジで微妙なんですよね。なんかあんまりいいなって感じしないですね。こいつに持たせておきましょう。基板の乱動とかもだってどうですもんね。普通に乗らないってことは多分ないか。ちょっとやってみますね。お見ました今悲しいな。これ他でもね、母材が多分温まってないからなんですよね。温まってないからこういうことになっちゃうんですね、きっと。お詳しい方もお分かりだと思うんですけども、銅はもう言ってる間にどんどんと熱が逃げていってしまうので、精密基板のような銅のランドとかだったらまだ分かるんですけども、こうしたパイプ状になっているものになってくると、もう言ってる間にどんどん熱が逃げていってしまうので、母材に全然ハンダがなじまないんですよね。さらにヒートパイプによっても、最大でも200度が限界っていうところを考えると、全てを200度ぐらいまで熱してそれでハンダ付けするっていうことを考えると、なんか普通に液体金属とか使っちゃった方がいいのかなっていう感じがしてきました。そしてさらに今度は加工の機材に関しての問題で、削るのにこれ手持ちのクロススライドテーブルっていうボール板につけて縦横に動かすやつなんですけど、こいつの精度がこいつが激安品なんで、精度が出ないんですよね。なんならもう分かりますけど、もうガタが出ちゃってて、ちょっとこの調整を見てたんですけど、なんかどうやらここを回すとなんかね調整できるんですよね。これなんかボルトがこんな感じでついてて、ここにねボルトがついてて、なんかこれで固定されてたみたいなんですけど、どうやらここの中もなんか六角で動かせて、この内側部分になんか銅板みたいなやつ、これなんだろう、わかんないですけどね、こいつがついてるんで、なんかこれでなんか調節することができるみたいな、このね、回るな。回ってきますね。なくなった。きつくなるんだ。
分かったぞ、仕組みが分かりましたね。要はここでネジで押し込むことによって、この内側の多分板がこっちのレールに押さえつけられるので、それでガタがなくなってくって仕組みなんだな。できつくやりすぎちゃうとこの動かなくなっちゃう、ハンドルがかなりギチギチになっちゃってるんで、これでちょっと調節してあげる必要がある。だからこの辺にも油塗んなきゃダメなのかな。そもそもこれがアルミで作られてるってこと自体どうなのかなっていうには思いますね。まあその場その場で気になって買ってみちゃった激安品なので、やっぱり精度もいまいちですよね。まあマジモンの精度が出るやつなんてもう白目向くぐらい高いですから、そこは仕方ないのかなっていう感じがします。それで前回動画コメント欄で一番多くいただいたアドバイスっていうのが、そう、ボールエンドミルを使って切削してみようという方法。早速購入してみました。先端部分が丸くなってるんですよね。なのでこういう丸い溝をなんかこれで作ることができるっちゅう話なんですよね。これで確かにぴったりですね。ぴったり合う感じはあるかな。こうか。ジグをちょっと急遽作って 1mm の段差を薄い方をこっちに置いて、厚い方をこうやって置くと、そうするとねフラットになると。ボールエンドミルを使って切削するにあたって、外側と中心部分板厚に 1mm の差があるので、それを見るためのジグを作成しました。そして切削に使うクロススライドテーブル、メモリはあれど正確な精度が出せないので、一度通った道筋を再度同じ精度で通るっていうことがほぼ不可能なので、もう一撃で通す必要があるんですよね。一個ずつやってると精度に狂いが生じて、重ね合わせた時にヒートパイプなんてもちろん多分収めることなんてできないぐらいになっちゃうので、こんな感じで並べて一気に溝を作っていくという方法を考えてはみたんですけども、まあこの時点からまあなんとなく加工の厳しさが分かってきたような感じがします。 3D プリンターで作ったモデルの穴ぼこを利用して、実際に切削する部分の目安をマジックを使って書いていきます。印をつけた銅板を横から見てみるとこんな感じ。こっちの方からボールエンドミルをぶつけていって溝を掘っていくというような感じです。正直この時まではバリバリ削っていけるだろうっていうふうに思っていたんですよね。先ほどの方法で2枚の銅板を並べて一撃で溝を開けてしまう予定なので、まあ別に必要はなかったんですけども、両方に印をつけてみました。溝を掘って組み合わせた感じはこんなイメージ。穴の位置は悪くなさそうです。そして CPU に接触する面とヒートパイプの距離に関して、要は溝の深さに関しては、ほぼほぼ虎鉄マーク2と同じぐらいの深さを選択してみました。それでは任天堂スイッチ水冷化計画から久々な登場ボール版、ステージにクロススライドテーブルをつけた上でボールエンドミルを取り付けていきます。ボールエンドミルの太さに関してはヒートパイプと同じ太さである 6mm を選択しています。皆さんからいただいたアドバイスですからね、こいつを活用してバリバリと削ってやりましょう。切削用の油を垂らして最終的な準備、ちなみに準備だけでも1時間近くかかっております。ボール板のスイッチを入れて切削のスタート。ちょっとまだこの時は実は気づかなかったんですけども、油が届いてないんですよね。そんなことは気づかず少しずつスライドテーブルを動かし始めています。銅板にエンドミルが接触すると少しずつ切り子が出てきて感触が変わってきます。それでちょっとずつ動かしてはいるんですけども、なんかうまく切れていかない感じ。ようやく切削油が作業箇所に届いていないことに気づいたので、油をもう少し多めに差し直して切削スタート。最初刃がうまく入ってこないのは切削油が届いてなかったからだと思ったんですけども、映像を見てみると、まあ、なんとなく削れてるような感じはあるんですけども、なんか変な音とともにうまく削れていってくれません。ほんの数ミリ刃が入っていった程度で、ちょっとねスライドテーブルを回しても動かなくなっちゃったんですよね。一旦ドリルの刃を止めて状況の方を確認。先端に切削の油もついてましたし、刃が割れたりとかこぼれたりとかしてる様子もありませんでした。先ほどスライドテーブルを調節してあるので、ガタが少なくなった分ハンドルは渋くなってしまっていたので、渋くなった分力の加減の問題なのかなと思ってハンドルを少し回してはみたんですけども、残念ながらこれ以上掘り進めることっていうのができませんでした。もちろん1回で深く掘り下げないでちょっとずつ切削していけばよかったのかもしれないんですけども、先ほども言った通り精度の関係で同じ道筋を通ることができないので、まあ現状この装備ではこれ以上の方法で切削していくことが無理そう。1時間ぐらい頑張ってこれだけですか。1時間でこれだけで、もういや困りましたよ、俺どうしよう目標の全然、本当はこれ昨日のうちにやるはずだったんですけどね。もう位置もそうだし深さもちょっと、気持ち足りてなさそうな気がしなくもないって感じです。困りましたよ。あ、お疲れ様です。お久しぶりです。ちょっと
お話ししたいことがあって、これ以上作業を進めるには機材の不備ももちろんそうなんですけども、それ以前にあの知識量の足りなさっていうのもあったので、今回も事情を説明してがっちりと頭を下げた上でフライスパンをお借りしました。もちろんあの簡単に借りるって言っても、あの素人が手を出せるような工具ではございません。いくつもの操作するレバーやハンドル、とてもじゃないけど素人が動かせるような代物ではございません。ただやっぱりボールパンなんかでは実現不可能なしっかりとした溝をちゃんと掘ることができる。映像の方は刃が動いているように見えるんですけども、実はステージ上にカメラを設置させていただいて至近距離から制作している様子を撮影しております。フライスパンもちろん何度も同じ道筋を通ることができるので、5ミリずつ溝を掘り進めていくという方法で切削していっています。それでもやっぱり思ったより時間がかかるもんなんだなっていう実感はありました。後半はちょっと時間なくなっちゃったので、内壁が荒くなる可能性があるってことを了承した上で、ちょっと一気に深く掘り進めてもらいました。それで出来上がったのがこちらのパーツ。3D プリンターで作ったのとはほぼほぼ全く一緒の形が出来上がりました。以前から工場の方から聞いてたんですけども、銅ってそもそも加工するのがちょっと難易度が高いらしい。削った時の独特な質感ももちろんそうですし、熱伝導率がいいのですぐ熱を持っちゃうとのこと。今回はまあボール板では完全に切削することはできなかったんですけども、とりあえず先に進めることができたから良かったです。これ以上工場側に手で煩わせるわけにはいかないので、自分でバリ取りとかその辺はしていきました。バリとかも結構飛び出しちゃってるんで、耐水ペーパーを使ってなだらかにしていきます。溝の内壁に関しても当初はあのゆっくり進めていってもらったんですけども、ちょっと時間の関係で急いで作ってもらってしまったので、これもやっぱ工場側に言われた通りちょっと内壁が荒くなってしまっていました。こちらもヤスリを使って内壁部分を可能な限りなだらかにしていきます。磨き上げに関しては手作業だけだと大変なので、リューターを使って作業を進めていきます。ただ相変わらず飛び散らせながら作業してしまうのでひでえなこりゃ。あとやっぱり細かなところに関してはひたすら手作業でやっていこうが間違いなさそうだったので、地道に研磨していきました。で、一応出来上がったのがこれですね。こんな感じで、この溝の部分もね、だいぶかなり磨き上げて綺麗にしたんですけどね、やっぱサイドの部分が若干ちょっとね、まだボコついてる感じあるんですけども、まあ手でちょっとね拭って分かるか分かんないかぐらいのギリギリのところなんで、まあそこまで多分その接触面積の損失は防げてるかなっていう感じですね。でここにこんな感じでヒートパイプをかませてあげて、でやるという感じですね。これ2つだ。で、工場の方で加工の方いらしてあるんで、これヒートパイプは6ミリのサイズなんですけども、この半径が 2.9 ミリっていう感じになってます。なので、0.1 ミリ分ですね。ちょっと上に浮くようになってるんですよね。で、上と下で合計 0.2 ミリ浮くようになってるんで、こういう風に合わせると、ちょっとね、こんな感じでガタつくようになってます。なので、このね、両脇からグッと押し込むことによって、のヒートパイプが若干わずかながら変形をして、この肌の部分に密着するっていうような感じになっているっていう作りで、コメント欄でもあったんですけども、一応ねこの両脇部分をボルトで、まあ、6箇所ですね、333333ずつやろうと思ってるんですけども、中心部分がやっぱりこの母材自体が曲がっちゃって、この中心部分がもしかしたらね圧力を加えられない可能性があるんで、まあなんか鋼鉄マーク2みたいにこの辺にね棒を通して中心部分からもこの6ボルトで穴を開けて固定した後に、上から固定するためにこんな感じの橋渡しのなんかバーで CPU に固定しようかなっていうふうにも考えてます。あとその他直近での問題はやっぱりどうやってヒートパイプとこのベースプレートを接合させるか。先ほどの実験でやっぱりハンダを使うっていうのはなかなか難しそうだったので、やっぱり液体金属を満たしてあげるっていうのが一番いいのかなっていう感じがしています。あとその他は次回以降実験してみたいと思ってるんですけども、今この映像に映ってるのは銀の上積みですね。銀箔になる前の銀箔、いわゆるちょっと厚めの銀箔といったような感じ、以前の実験で使っていたものなので、上下のボルトで挟み込んであげることでヒートパイプがわずかに変形して内壁に密着、その隙間部分がうまく埋められるかどうか、この銀が使えればいいかなっていうふうにも思っています。純銀はご存知の通り銅よりも熱伝導率が高いので、こいつが使えるんだったら本当はこいつが使いたいところ。まあ逆にハンダで接合するわけではないので、この辺ちょっといろいろテストして効率がいいものを選んでみたいと思っています。と、まあ今回は企画の肝となる2段構成のベースパーツなんとか出来上がってくれました。あとはこのベースパーツとヒートパイプを接合するためのまあハンダ付け、その他液体金属、銀上積みを使った方法だったりとかのテストはもちろん、
実際に今回の企画のキーワードとなる2階建て構成、この状態でヒートパイプがしっかりと熱源から熱を奪ってくれるかどうかっていうところも確認していきたいと思っています。まああとは CPU クーラーですからね、ちゃんとヒートシンクだったりとかその辺のブレードもつけていかなきゃいけないんですけどね。ベースパーツ部分組み上げてみると、なんかちょっといけそうな感じがしなくもないかなって感じがします。実際はヒートパイプ両側から飛び出すような構成にする予定なので、まあ、どんな形になるのかまだ全然想像ができていません。ただまあヒートパイプは虎徹の倍以上、いよいよ勝てそうな気がしなくもない気がしてきてるような感じがします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。いつもチャンネルご視聴いただいている7割以上のチャンネル登録をいただいてない皆様、いやぜひ遠慮せずチャンネル登録しちゃってください。まあこの形状をもとに全体像を想像しながら引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。